勝利おめでとうございます。ありがとうございます、はい、まず一言を聞かせてください。いやもう退場出てね、まあ、一点勝負だって分かってたんですけど、いや選手がやっぱり勝利にね向けて本当すごかった。まあ僕は根性という言葉を使いますけど、もう最後根性の勝負でしょ、はい、そういうゲームだったと思います、はい、もう最後の最後で本当にあのセットプレーから、まあ、ハーフナバイク選手決めてくれましたね。いや誰が決めたかちょっと分かんないですけど、いやもう誰が決めてもいいんですよ。とにかく勝つっていうのをねみんなで、出し切った試合だったんで、すごい、本当すごい、うん、今日本当にあの見ていて気持ちの出た試合でしたね。うん、いつもね彼らはやっぱりしっかり気持ちを出して試合するんで、本当それが今日最後のところでね形になって、本当は彼らすごいと思いますよ、はい、根性、根性やこれ、はい、試合が終わってサポーターのところへ挨拶に行っておられましたけれども、どんな思いで回ってらっしゃったんですか？いやもうこうわざわざねここまで来てくれてるんで、彼らが汗水働いて、働いたお金をね俺らのために、嬉しいです、はい、そのサポーターのためにも次の戦いもしっかり戦わないといけないですね。もう僕らもたあのゲームがある限りは勝つだけ、それみんなでまた戦いたいと思います、はい、わかりました。では最後にですねサポーターの方へメッセージをお願いします。いや俺ねサポーターの話するとね来るんですよ結構、だから本当いつもね、本当俺の心を熱くしてくれるのはサポーターだと思うんで、今日も大きい、はい、ありがとうございました。岸野監督でした。勝ちましたサガン鳥栖、岸野監督のインタビューをご覧いただきました。いや今こう思わずねちょっと感極まりそうなところもありましたけれども、いややっぱりね、やっぱ監督としてねやっぱそういうゲームをしてくれるんですよね。はい、はい、放送席、はい、それでは続きまして